これはさすがに。改めましておはようございます。今回は美濃加茂市から御殿山平木山にね、登ろうということになります。で、登山口ここら辺ですね、今到着しました。あ、ありますね、御殿山登り口というふうに書いてあります。駐車場からですね、30分ほどこの奥山自然歩道というところを、歩いて参りました。今ね、靴の中にゴミが入りましたね。あー、ギーターをつければよかったなと思うんですが、歩いて参りました。で、ここ30分、35分ぐらい歩いてですね、ここから、御殿山に向かうという形になります。で、こちらに行きますとですね、うっすらなんですが、林道が見えるんですね。こちらに見えてる林道が、この先ほど言った駐車場に行く途中のね、県道97号線のところの、手前のところに御殿山キャンプ場という風なね、看板の書いた矢印がありまして、その道をね、うねうねと来ると、ここにたどり着く林道が見えています。はい。で、御殿山はこちらということで、こちらの方向へ、まあ、ここからは尾根になるのかな、登ってまいりたいと思います。はい、登山口を出まして、途中分岐点あるんですけれども、分岐点含めるとですね、山頂までが、あ、雲の巣多いですね、やっぱり。24分ということになっております。で、この山はですね、最近山プに新修載された、山になります。先ほども出てきました、奥山自然歩道。あそこはですね、実は転線ルート、破線ルートになってたんですけれども、非常に道は明瞭でありまして、要所要所に看板がありましたので、道回りすることはないかなというふうに思います。まあ、ただね、登頂するときの橋がね、結構滑りやすかったりだとかっていうことで、ちょっとそこの部分がね、ネックになってくるんじゃないかなというふうに思います。で、この御殿山平木山はですね、あ、平木山か、はですね、美濃加茂市最高峰の山ということで、あんまり知られてないのかな。まあちょっとあれなんですけれども、この美濃加茂市すごい大きいんですけれども、最高峰の山というふうに評されているところでございます。ここで、ね、分岐点にやってまいりました。御殿山はね、そのまま左に行きますね。で、こっち右に行きますとですね、
御殿山とですね、あの開き山を結んでいる、稜線の山道があるんですが、そちらの真ん中ら辺に、通じる道になってます。帰りこちら通ろうかなと実は思ってましてまたいつもの光景かになりますねということで、そのまま御殿山の方に進んでいきます。はい、ここで分岐点ですね。こっちに行きますとですね、白山神社鳥居というところの方向で、あの先ほど言いましたね、林道の方に出てきます。で、登山道は、登山道というか御殿山は、この、ね、右に曲がっていく方向になります。先ほどの分岐点からですね、24分で、山頂ということになってました。ですから、登山口からはですね、サンタスタンド6ですから30分ということになるわけですね。ちょっと時間間違いをしておりました。で、今現在の時刻が、今日ちょっと、ね、遅めに出ましたので、いつも遅めですが11時36分ということになっておりますので、12時15分までにはね、着くんではないかなと。この地図にね入るとだいぶ日がね、刺してきましたね。風は残念ながら感じない感じなんですけどもね。こちら方面はですね、関市の方面になります。美濃加茂市の隣は富加町と関市になってますのでね、関市、そして美濃市、関市、山形市ということになってますから、結構ここら辺の地域っていうのは、山形市の山々とかね、まだちょっと途中なんですけれどもね、あの地域の低山シリーズっていうのはね、途中なんですけれども、そういう低山の山々が見れてる感じになります。はい、ということで鈴見山御殿山の頂上からお姫様が夏の暑い夜、うちわと何かに涼しい風を求め降りてこられたとされているところなんですね。はい。ということは、このところですね、この展望の見えるところがです、ということなんですよ。で、今もこの尾根登り、結構心地のいい登りで、ゆっくり登るとね、結構気持ちがいい感じです。ただね、蜘蛛の巣がね、ちょっと、さすがに、多いかなっていう感じがします。よいしょ。ここら辺、あそこら辺ですね。あそこら辺に見えるのが、どうも、稜線だそうです。ですので、あと少しですね、登れば、稜線に着きます。あ、ここで、稜線にね、ぶつかりましたね。よいしょ。御殿山はそのまままっすぐ進みます。この後登る予定としています平木山に関してはこちら、ちょっとここね細いですけども、ここから行くという形になります。で、御殿山までがあと100メートル、あと4分ほどということになっております。559メートル、やったーやったやったー。はい、山頂はですね、ここにあるって、先ほどのね神社の裏側にあるわけなんですが、ここら辺に展望スポットがあるということで、マップの方に書いてあったので、あそこにちょっとね岩があるんですよね。あそこの方向にちょっとね進んでみようかなと思います。
はい、奥の方に見えているね、稜線、こちら南側の方向になりますので、各務原アルプス、まあ、関南アルプスではなかろうかなというふうに思います。で、ここから、右にクーッと行くと西方向になるんですけど、この木がね、見えているところ、あそこに結構何個か特徴的なね、山々がありまして、まあ、きっと以前登ったことがある山ではなかろうかなと思います。ちょっと出てこないですね。ふんようじさんとゴンゲー山なのかな。うん、あのボツボツだと思うんですね。で、その奥の方向にもですね、また山があって、きっと山形三名山の一つの山ではないかなと思います。北山とかも見えると思うんですが、あとその奥、こっち側にあるちょっとずっと見えるのが、あれが船伏山の方向ではないかなというふうに思います。もうこっからはですね、まあ、本巣市とかね、本巣七名山の山々がね、見えるということになっています。まあ、今回もね、ちょっと天気がいいのかですね、ちょっと霞んでおりますので、まあ、ちょっと伊吹山の方向までは見えないかなと思います。あ、今ちょっとちょろっと見えてる。あれは鳩吹山なのかな？うん、あそこら辺に見えてるのね。うん、そんな感じで。ちょっとね、霞んでおりますけど、景色は非常に抜群です。で、あと反対側のこちら側からはですね、北側の方向ということで、岳山が見えるということで、七草町とかね、下呂市方向の方向の、ね、山々という風になっております。非常にここ風が非常に通るのでね、ちょっと景色はね、実は今回ここの部分しかないという風にされていますので、少し休憩してからですね、次の目的地に進んでいこうかなと思います。はい、先ほどのね、展望岩がありましたけれども、山頂からね、こちらにぐーっと、降りてきた形だったんですけれども、元の場所の方向へね、戻りたいということで、そのまま、降りてですね、まっすぐ進むと、先ほどの休憩所ですね、神社手前の休憩所のところにね、出ますので、そこまで行って、分岐点の方までね、戻っていきたいと思います。はい、分岐点の方まで戻ってまいりました。ピストンで帰る場合はね、そのまますぐね、降りていただいてもいいんですけれども、まあ、今回はね、ちょっと開き山の方もね、登っていこうということで、こちら左側のね、方に、行ってですね、稜線歩きにしていきたいと思います。で、ここからですね、開き山までは、途中分岐点含めて35分ほどかかるということになっております。時刻の方が、今現在が12時23分ということになってますので、まあ、13時15分までには、着くんじゃないかなと思います、楽しいね、稜線歩きができるんじゃないかなというふうに思ってですね、歩いていたら上りになりましたね。で、地図の方確認いたしますとですね、開き山までにはですね、この登って降りて登って降りてがですね、どうも2回あるということになってた。今そのうちの1回目になってますね。で、3回目の登りの時に山頂というふうになっておりますね。こう下ってきているので、1つ目の登りは終わりなのかな。はい、ここでね、分岐点にやってまいりました。右に行きますとですね、先ほどの出てきましたね、御殿山のね、登るルートのね、あの分岐点にね、ぶつかる形になります。どうも反対側にも道がありそうな形が、うん、見受けられますね。ピンクテープついてるからね。はい。まあ、でもね、ここはきっと峠なんでしょうね。はい。お地蔵さんが祀られております。ありがとうございます。で、開き山の方はですね、そのままこの峠というかね、この道を通り過ぎて、まっすぐ進むというような形になります。で、ここで二つ目の、あれですね、登りが出てきましたね。結構ありそうですね。新しめのね、ピンクテープを通り過ぎたところから、また3つ目のね、登りということになりました。
これがね、最後の登りということで、ここを登り切ると山頂ということになります。はい、最後の登りを登っておりますが、ここでなんと仕事の電話がかかっております。ここは携帯の電波もつながるということですね。はい。で、それでちょっと一時的な休憩になりましたので、若干ちょっと元気が出ておりますが、まあ、山頂まであと少しということですね。はい。まあ、電池ね、関係でね、航空機モードにする、機内モードにするっていうのも一つの手ではあるんですけれども、まあ、最近ちょっとね、携帯も買い替えたっていうこともあって、電池の持ちがまだいいのでね、まだそこまでする必要がないので、大概ちょっとそのままにしてるんですけれどもね。見てきた。はい、着きました。よいしょ。544m。やったー、やってたー。山頂の展望はね、ないということはもうあらかじめ、知っておりましたのでね、木に囲まれたね、非常に静かないい雰囲気の山頂になってます。ここまっすぐ行きますとバリケードが張ってありますので、まあ、行ってはいけないんだろうなというふうに思われるんですが、そこにもね、なんかすごい奇岩がね見えますね。まあ、ちょっと僕の勝手な推測ではあるんですけれども、まあ、このまままっすぐ行きますとね、沢の方にね出てですね、県道97号線に降りれるような感じのね、直通で行くような感じの雰囲気が見えたのでね、まあ、そっちの方向に行くんじゃないのかなというふうに、思われますが、はい、まあ、行きません。なんかこっちからね降りてね、97号に出て帰る方がすごい近いんですけれども、まあ、元のですね、お地蔵さんのあった峠のところですね、そちらの方まで戻りたいと思います。はい、2つ目のね、上りのところですね、まあ、正確には 2.5 上りのところなんですけれども、ここから降りてきたんですけれども、これ間違えて尾根筋の方向にこっちまっすぐ行きそうになるんですけども、看板示されていまして、こっち左にそれるということになりますので、下山にね、気をつけて降りていただければいいかなというふうに思います。はい、お地蔵さんのところまで降りてまいりました。入ってきました。ありがとうございます。ここからですね、こっち左に曲がってですね、御殿山のね、ルートの方のね、分岐点に、ね、降りていこうと。いうことになります。先ほどの分岐点からですね、この御殿山ルートへのね分岐点までが、10分かかるということになっております。時刻はね13時31分ということで、まあ問題なければね14時ぐらいまでには着いて、あとはねまた奥山自然歩道を歩いて、まあ、30分ぐらいかけて帰るということになりますのでね、あとちょっとということですね。まあ、稜線はね、非常に風が通って涼しいですね。まあ、ただですね、実は、昨日ですね、岐阜県民の方知ってみえると思うんですけど、夕立がすごかったんですよね、この地域ね。1時間に100ミリも降ったっていう地域もあって、実は今日もですね、夕立が降るというふうにされていますので、今若干生ぬるい暖かさのね、風が吹いてるんですが、これが冷たい風に変わったらちょっと危ないぞと。いう風にね思いつつ、まあ降りていくという形になります。あ、おー、もう出たじゃん。あれ、あっちゅう間でしたね。分岐点に着きましたね。はい、登山口の方までね、降りてまいりました。先ほどのね、分岐点、急に出てきますからね、間違いで通り過ぎると、またね、御殿山に登らないといけなくなっちゃいますからね、気をつけていただきまして、はい、登山口に降りてまいりました。おー、見まといが。はい、ここからはね、左の方向で、奥山自然歩道ですね、そちらの方向へ行ってですね、元の場所に戻りたいと思います。
ということで帰ってまいりました。今回は、御殿山、平木山、ね、美濃市最高峰のですね、奥山自然歩道を、ね、通ってですね、歩いてきたわけなんですけれども、この遊歩道ですね、まあ、非常に沢の心地のいい風が続きまで、非常に涼しくね、歩くことができました。まあ、谷沿いになってるんだと思うんですけれども、そこから見えるですね、巨岩ね、この地域にもやっぱりあるんだなというふうに思ってですね、非常に関心を持って気持ちよく歩くことができました。ヤマップはですね、破線ルートになってるんですけれども、ここはね、道や明瞭でございますし、駐車場もね、しっかりしてますのでね、一度歩いてみてはいかがかなというふうに思います。御殿山までの、登りはですね、非常に心地いい登りで、御殿山の展望はですね、各務原アルプスが一望することができて、まあ、山形だとか関市のね、低山数々をね、一望することができて、あそこもですね、非常にスペースとしては狭いんですけれども、非常に静かでですね、心休めるね、休憩地、まあ、展望地だったんじゃないかなと思います。で、御殿山から、平木山までの稜線歩き。まあ、ちょっと途中ね、2.5 ぐらいのね、まあ、登り、うねうねとした登りあるんですけど、ここもね、非常に歩きやすくて、非常にね、特徴、印象的だったのがですね、まあ、大概木の匂いですね。まあ、風が吹いてですね、木の匂いがするんですけど、ちょっとね、ちょっと、ここら辺ではちょっと嗅いだことのないね、木の匂いをね、が漂っていましてですね、ちょっと面白いなっていうかね、非常に興味が湧いた、ね、稜線だったなというふうに思いますのでね、ちょっと、まあ、ちょっとニスっぽい匂いなのかな、ちょっと何の匂いなのかがわからないんですけれども、一度ね、歩いてみてはいかがかなというふうに思います。ここはですね、県道97号線から入っていくんですけど、位置的な関係から言いますとですね、県道97号線から、西側に来たのがここで、東側に行くと、野小山ですね、前回の、まあ、前回の動画にもありました、美濃加茂市側の、登山口があります、野小山ですね。その木が県道97号線で、境になっているということになっております。思いのほか結構ね、道進みますのでね、あれ、道間違えたかなと思っても結構、ね、進んでいただきたいなというふうに思いますので、一度、行ってないよっていう方はですね、一度ね、この奥山自然遊歩道からね、歩かれてはいかがかなというふうに思います。ご視聴いただきありがとうございました。それでは。